平気デで間の構造イソセタンの構造セタン化とは、軽油のディーゼルエンジン内での自己着火のしやすさ、ディーゼルノックの起こりにくさを示す数値であり、軽油の着火性を表す。15から100の値をとり、セタン化が高いほど自己着火しやすく、ディーゼルノックが起こりにくい。ガソリンにおけるオクタン化に相当する数値である。セタン化60はオク億単価0に。 セタン化レはオクタン化100に相当する。経由成分中でノック性が比較的高い N セタンをその資料のセタン化とする。一般に自動車用としては40から5 2に程度である。ニトロ化合物を添加してセタン化を上げた経由はプレミアム経由と呼ばれている。また、ジスの経由の規格であるセタン指数とほぼ等しい。ありがとうございます。